はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の嘉陽まりのです。今日はですね、竹原貴樹さん炎上その後ということで、動画取り上げていきたいと思うんですが、以前ですね、私の YouTube 動画で、竹原さんがですね、炎上する時に竹原さんを救いたいという動画をね、アップロードしたところ、なぜかですね、私の YouTube 動画が炎上しまして、なんで炎上しなきゃいけないんだと思いましたけれども、YouTube もね、実際にですね、中身が面白いわけなので、まあ、いいんじゃないのみたいな。私別に損害受けてないし、損害受けた人だったらわかるけど、実際お金払って、騙されたっていうね、人以外がですね、叩く必要性ってないんじゃないのみたいな話をしたわけなんですが、なぜかですね、そういう人たちに怒られて、おりましたで、それは別に私はどうでもいいんですが、その後ですね、竹原さんは YouTube を何事もなかったかのようにですね、アップロードしておりまして、マーケティングの話ですとか、ストレスを減らす、最近見た中で面白かったのが、いかに痛みをなくすかというですね、お話をしていたりとかもしました。で、私もですね、自身が経営者であるので、大変ね、参考になる話があったりとかも、するなというふうに思っていますし、インスタグラムでね、例えば、名前のアカウントがいいとかいう話もしてました。公式アカウントとかいう名前をつけたりとかね、企業名をやると、どうしてもフォロワーが増えづらくなるとか、そういったですね、細かい話あたりもですね、非常にためになる話が多いなというのは、全然、ね、炎上後も変わらず私は思っている感想であります。で、そういったことを言うとですね、詐欺師が擁護してるとか、いろいろとね、さまざまあちこちからね、目に見えない同調圧力というものが飛んでくるわけなんですが、別に私は関係ありませんから、これからもね、いいと思うものはいいという話もしますし、ダメと思うものはダメという話を自身でね、話していくだけです。で、今現在のその炎上後はですね、動画のコメント欄とか評価がね、オフというふうになってまして、自身もですね、今炎上沈下中ということを言ってましたので、沈下されたらですね、コメント欄とか評価欄をオンにしたいということも言っていました。で、非常にですね、メンタルの強い方だなというふうにね、関心をしています。で、メインはオンラインサロンみたいなんですが、実際オンラインサロンも炎上後ですね、解約が出てるかといったら、そんなに出ていないということも言っていました。強がっているだけかもしれないんですが、実際にですね、大事なことはですね、お金を支払った人が、どれほどですね、金銭的被害を訴えて、解約というですね、目に見える形で、いなくなっていっているのか、そのあたりがやっぱり私は本質だと思っています。で、それは実際ないわけですよね、あまり。なので、炎上というのはですね、やっぱり炎上の研究に書いてあった通りですね、火をつけて喜んでいる人だけがいるもんなんだなというね、そんな気がしております。で、実際気になっているのは、別荘ですね、サイパンかな、リゾート地にある、別荘、これ自身のものだというふうに主張して出していたわけなんですが、実際はレンタルであったということが発覚したこの別荘の動画は今現在削除されておりました。で、その動画はですね、ミラーサイトじゃないですが、竹原、競争とかなんかそんな名前かな、アカウント名が実は解説されていて、そこにね、コピー動画が貼られているんですが、それは実際ね、嘘だと思ってもう一回再生すると非常に面白く書いたので、ぜひね、見てみてください。で、あとですね、石野茂さん、政治の石野茂さんとコラボした動画があったんですが、これがですね、ちょっと今削除されてるのかな、削除されてました。その他はちょっと他に削除される動画は分からないんですが、この石破さんの動画はですね、とある都議会議員が竹原さんにご紹介して、石破さんが対談として、撮ったということで、これは石破さん非常に訳が甘かったじゃないかというふうに言われておりますが、いずれにしても、迷惑かかるからということで消したんでしょうかね。削除されていたということでありました。いろいろと疑惑はありますけれども、本当にね、面白いなと思います。なかなか結構ね、インターネットっていうのは人とか、人間のね、すごく嫌なところが見えるなと私は思っています。このね、炎上に関してもそうですけど、金銭的にお金を出していた人が被害を訴えて解約した。その数がとんでもないんであれば当然わかりますけど、実際そうじゃないわけですよね。炎上しても、例えば竹原さんと一緒に撮影している方とか、スタッフなのかなと、給料もらって仕事している方なのかなと思いますけれども、特段ですね、逃げ出すことなく仕事をしているわけですね。なので、それがいいと思って、実際についていってる人もいて、炎上してもそのまんま仕事を続けるスタッフもいたりとか、当然ですね、そのままオンラインサロンに入会し続けている人もいるわけですよ。でそれを、あえてですね、私もそうですけど、それがいいという人を、この人は詐欺師だからいいって言ってんじゃねえよというですね、同調圧力をかけてくる行為っていうのは、私はどうなのかなというふうにも、思ったりもしています。で実際あなたが被害になったのか分かるんですが、そういうわけではないわけですから、インターネットっていろんなものが見えるなと思いました。であと先ほど思ったのが、この竹原さんといえばですね、三崎優太さんと青汁王子ですね、青汁王子に絡んだことが発端となっていて、その後謝罪もしているそうなんですが、それと別にですね、青汁王子が、YouTube や、Twitter、Instagram 等を使ってですね、お金を配っているんですよね、前澤友作さんのように。で、お金配りの企画をしている最中に、もう一つ大きな企画を発表しますというふうに発信をしておりまして、その企画がですね、実は花火大会をしますというような発信だったんですが、それに対してついたコメントが、花火なんかじゃ人は少ねえとかね、なんでお金配るんじゃなかったのかよみたいなことがめちゃめちゃコメントがついてですね、それを見て非常にですね、インターネットって嫌な世界だなと思いました。善意でやってることであったりとかね、こういう竹原さんとかもそうですが、マーケティングの話とかを無料で出している部分もあるわけですよ。でこういったね、善意でやってることに対して、お金をもらえなかったこととか、あとは、何かこう動画が嘘だったことを含めてね、こう人の人の全てを否定するというような、こういった世界観がね、本当に嫌だなと思いまして、青汁王子のこともそうですけれども、インターネットのその炎上に見るですね、人間の醜さというのがね、見えて、私としては非常に勉強にはなったなというふうに思いました。で、あと、勉強で思い出したんですが、竹山さんの結局このマーケティングの話というのは、大学とかね、経営学の話をそのまま話しているだけだという批判もあるんですが、別にですね、大学教授とかもそうですが、他のですね、先生の話を大学教授もしているわけですよ。それはみんな同じなわけであって、他の文献とかがあって、それをもとに大学の先生の話をしている。で、この竹原さんも同じ、他のマーケッターも同じですよ。他のマーケッターの話とか他の文献を引用してみんな話をしてるわけですから、何も竹原さんに限った話じゃないということで、すごいやっぱり知らないところこそね、そういうことを言いたがるんだなという気がいたしました。そうそう、さっき面白い話もあったんですが、裁判官とかね、弁護士とか、専門家、法律学者は法律は難しいって言うんですが、よくわかんないツイッターには法律は簡単ですって言ってね、全部教えちゃいますみたいな、そんなことを言うわけで、知らない一言をね、そういうことを言うという話もあって、インターネットを炎上に見る勉強っていうのは、私もすごくね、参考になりました。で、私も実際に竹原さんとこういう動画出してますよねっていう評価をすると、竹原さんは詐欺師だから、そういうことを言うお前もなんかふざけんなみたいな、コメントがつく、この同調圧力も、インターネットの世界ならではのものなんだなというふうに思いました。本当にいいものかどうかっていうのは購入者が決めることですので、それ以上言う必要はないんじゃないかなと。思った次第でありますが、竹原さんは、今後もですね、徐々に炎上している、火つけてる人っていうのは次のターゲットを探してるだけですから、これまた沈下されたらコメントの評価もね、多分空いて、そのまんまですね、よっぽどしつこい粘着者一人二人残るかもしれないですけれども、そのまま同じように復活するんであろうというのが、分かりましたし、元気そうなので私は安心しております。そんな感じでね、皆さんもいいものはいいと。で、悪いものは悪いって自分の中で決めればいいと思います。なんか周りがとか、その人の周りが燃えてるからとか炎上するとか竹原さん擁護したらなんかいけないとか、そういうね、同調圧力に負けずに竹原さんに限らずですけれども、皆さんもいいものはいいということで、強くね発信して自分で選んでね、いろんな情報っていうのは取っていくと。いうことが私はいいと思っておりますので、今日はですね、竹原さん、炎上に見るですね、竹原さんのメンタルの強さに、感銘を受けましたので、改めてご紹介させていただきました。そんな感じで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。